強盗の疑いで逮捕された新田博明容疑者は、昨日午前1時半ごろ、帯広市のセイコーマート稲田南店で、店員に包丁を突きつけ、現金およそ3万円を奪った疑いが持たれています。警察は昨日夕方、パチンコ店にいた新田容疑者に任意同行を求め、容疑を認めたため緊急逮捕しました。調べに対し新田容疑者は、パチンコするためのお金が欲しかったと供述し、大晦日と元日に相次いだコンビニを狙った2件の事件についても関与をほのめかしているということです。